こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2024年の2月27日、時刻は23時53分になります。現在のビットコインの値段、857万ということで、すごいですね。はい、ちょっと、エイダよりもビットコインがどうしても目についちゃってですね、今日ビットコインの値段をちょっと読み上げたんですけど、これ、月足のチャートがすごいことになっててというか、面白いなと思って、この、月のね、伸びが、多分これ史上初の大きさなんですよね。はい、まあこの頃はね、そんな、1日で何十万円も上がるってことはまあなかったんですけど、ここのガーッと上がったところでもここでも、なくて、今日のこの1日の上げがね、史上最高で、昨日もエイダのチャート見て言いましたけど、この陽線がね、本当にガーンと上向いていて、ヒゲがないと、まあ、月足なんで、もうちょっと細かく見ますと、はい、日足でこんな感じですね。日足だとちょっと日が出て、560万に到達してですね。はい、で、今はもうこの瞬間もこうやって上がってるんですよね。はい、すごいことになっております。で、あ、859万ちょうどですね。0が4つも並んでる。はい、で、エイダの方行きます。はい、エイダの方はちょっとおとなしめですね。93.87。まあ、これでもすごいんですけど、昨日、ちょっと91ぐらいまで戻ってきたねって言いながら、確か、動画を撮ったんですけど、この上がってる途中ですかね。はい。それで今またここに来たということで、これ日足でちょっと長めにすると、この95円超えあたりを、3回目のチャレンジということですね。1回目、2回目、3回目。まあこの辺の日も入れれば4回目かもしれませんし、まあこのあたり入れば5回目かもしれませんけど、まあとにかくね、このちょっと95円あたりの、壁がちょっと強くてですね、はい、ここをいつ抜けるのかなというところですね。はい、じゃあツイッターの方見ていきます。はい、ビットタイムズから仮想通貨取引所ビットフォレックス公式サイトにアクセスできない状態続く出口詐欺を疑う声もということで、はい、ちょっとただごとではない感じなので、ちょっと見ていきます。巨額出、これ日本じゃないですよね。巨額出金後、アクセスできない状態に、2017年に設立された取引所、ビットフォレックスのホットウォレットから、5650万ドル、約85億円相当の仮想通貨が出金された後、ビットフォレックスの公式サイトにアクセスできなくなったことが明らかになりました。署名なブロックチェーンリサーチャーである、こちらの方によると、ビットフォレックスは、2月23日にホットウォレットから、5650万ドル出金した後に出金処理を停止したとのことで、それ以降は公式アナウンスが行われていないと説明されています。はい、出口詐欺、ラグプールですね。ビットフォレックスの公式サイト、記事執筆時点でもアクセスできない状態が続いており、URL にアクセスすると、申し訳ありませんが、あなたはブロックされています。という文字が表示されるだけの状態になっていますと。ビットフォレックス公式サイトにアクセスできない理由などは現時点で不明であるものの、数日前に取引所のウォレットから巨額出金が行われていることや、公式 X などでも説明されていないことから、仮想通貨コミュニティではラグプルなのではないかと指摘する意見も出てきています。ラグプル出口詐欺とは、開発者運営サイドが秘密裏に資金を引き出して持ち逃げする詐欺行為のことで、仮想通貨業界でも多数のラグプル被害が報告されています。最近では有名な暗号資産取引所でも同様の事例が発生しており、仮想通貨取引所 BKEX で2023年10月末から公式サイトにアクセスできない状態が続いているため、疑わしい取引所を利用している場合は、注意が必要ですということで、まあ、日本の取引所はね、はい、ちゃんと法律で、まあ、消費者保護が謳われて、まあ、それに準じているということで、営業してますから、まあ、まあ大丈夫でしょうけども、はい、まあ、海外のね、いまだに使っているというところ、もう私もちょっとまだ残ってるんで、たまに使うことあるんですけど、ちょっとね、気をつけないといけないし、まあ、この取引所、たまたま今これ取引所のネタでしたけども、もういろんなものがありますし、盛り上がってくるとね、本当にいろんなものが始まっちゃうんで、始めて出てくるので、気をつけないといけないですね。はい、トイさん、炎天してから渡す優しさ、石川県頑張れということで、石川県の地震の寄付を仮想通貨でいろんなところがやってましたね。はい、で、日本円に完了して、届けるということですね。はい、エイダとかね、アスターのやつはどうなったのか、ちょっと私まだ見てないんですけど、はい、ちょっとまた見たらお伝えしたいなと思います。
はい、A カルダのカタリストダニエルさん、 A カルダのはファンド GH カタリストの投票が新たなクラスの300の資金提供プロジェクトを開始していますということで、投票が終わってその結果が出て、でその人たちがまず、マイルストーンというかまずオンボーディングですね、はい、オンボーディングしないといけないということで、投票後に、プロジェクトを進めていきますよって言って手を挙げること自体が、94% しかやられてないということで、 6% の人との人は当たったすぐ直後からもう脱落しているということですよね。はい。で、プルーフオブライフ、これは、その、なんだろう、推進者の人が、本人確認を行うということですね。はい。で、私の案件は、私はいつもというか、エキスポとかやってるので、一応省略されましたけども、野本さんという、渋谷フェスの方は一緒に、初めてなので一緒に出て、通りました、はい、でそこまでやった人が 88% で、これは、マイルストーンですね、マイルストーンを登録したのが 75% で、私のその渋谷の方は通ったんですけど、私の銀座の方、渋谷と銀座だ、言いやすいな。銀座の方は、まだちょっと一部通ってないので、私は今、こっちの方になるのかな。はい。で、あ、違う、サブミッションだ、登録だ。登録なので、登録はしたので、私は今、こっちですね。一応、ここまではやりました。だけど、完全に承認されてないので、今はちょっとこっちのね、側にいるということです。はい、ということです。こんな感じです。はい、マーゴの小玉さん、1回あたり、100万円の上限は US ケースが限定されるが、国内取引所で USDC を買えるようになるのはかなり大きい。ベースアクルとコインチェックが提携 USD コインの取り扱い。はい、こちらの方、マネックスグループ子会社のコインチェックが日本での USDC のアクセス拡大を目的にサークル社と提携することとなりました。USDC は現金および現金同等資産に 100% 裏付けられているデジタル通貨です。コインチェックでは必要な業登録を取得した後、取り扱いを開始しますということですね。はい。なので、今日ちょっとどなたかツイートされてたんですけど、今ビットコインがね、特に今日ガーンと上がったんで、まあ一旦抜く人は、ステーブルコインに逃げるということですよね。なので、まあ、日本でもそういうことがやりやすくなるということですね。はい、次、カルダのジャパニーズ、素晴らしいお知らせ。WRFGS プールとカルダのファウンデーション、と提携したチャリティーステークプールが1万4000円でのプレッジに到達しました。こちらはエイダをステーキングするだけでなく、家を失った人々の人生を変えることに関わっていますということで、国連高等弁務官事務所のステークプールですね。で、これが、レフジーズということで、これはワールドかな。はい。ということで、まあ、こう、難民の話ですよね。はい。ちょっと見に行きますと、ステークプール for UNHCR, the UN Refugee Agency ということで、490万エイダ。で、ここの、マージンが 100% ということなので、ステークプールにね、イニーシャーに報酬が戻されずに、ステークプールに行くということですよね。で、それが、レフュージーズのを助けるお金になるよということで、2022年の暮れのサミットあたりで確か報告があって、でそこで始まったということで、今、ちょうど1年、ちゃんと動いてますよという報告になる感じですね。はい、で、これずっと見ていくと、下の方に行きますとですね、387ブロックから始まってるよっていうのが分かって、はい、今469ブロックなので、だいたい80ブロックぐらい経過してるということですから、まあ、80エポックですね。すみません、80エポック。で、73エポックが1年ですので、まあ、1年強動いてるよということで、ちょうど、報告があった後からしっかり立ち上げてずっと運営しているということですね。はい、はい、でプールのホームページからこちらの国連高等弁務官事務所の説明にもなるということですね。How can blockchain help refugees と、ブロックチェーンが難民を助けるということで、はい、
記事が書かれています。はい、まあ、私もステークプールをの仕組みとかステーキングを言うときに、この国連でもやってますよっていうと非常にみんな信頼を得やすいので、エキスポとかでステーキングを説明するときは結構使わせてもらってるネタです。はい、であと、まあ、マージン 100% なので、時々たくさん持ってる方なのかな、ステーキングしたくないと、ステーキング報酬いらないという方がいるので、まあ、そういう方がね、こういうところに委任したりするということもあるでしょうね。はい、ですので、まあ、皆さんもね、ADA を、あるいはカルダの他の方に紹介することがあると思うんですけど、これもネタの一つとしてお持ちになるといいかなと思います。はい、では値段に戻りまして、93.75 円ですね。はい、14,012.9×93.75 で元本が10万円ですので、計算しますと130万。で、121万3709円のプラスということになりました。はい、そして 1214% のプラスですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。